東方シネマズ天神は、福岡県福岡市中央区天神で、東方系作品を中心に上映する、東方シネマズ経営、運営の映画館。きらめき通り沿いの天神東方ビルにある、天神本館と、ソラリアプラザにある、天神ソラリア館の2館からなったが、天神本館が2017年3月31日を、もって閉館されたため、現在は、 天神ソラリア館のみが営業している。本校では1997年3月15日から2017年3月31日まで営業した天神本館及び前身となった施設、福岡宝塚会館について扱い、天神ソラリア館については、1957年4月20日、福岡市博多区中洲に福岡宝塚会館が開業。 宝塚劇場、スカラザ、東方シネマ、東方名画座の4スクリーンでのスタートだった。当時の福岡市内には81スクリーンの映画館が存在し、そのうち中州には東館4スクリーンを含む21スクリーンがあった。1980年代頃、東方シネマと名画座を分割改装し、宝塚シネマ1.23としたことに伴い、5スクリーンの映画館ビルになる。 しかし、ドービルの老朽化や中須地区の治安の悪化、さらに外資系、シネマコンプレックス、AMC シアターズの進出もあり、競合を避けるため1997年3月14日をもって、福岡宝塚会館を閉館。40年の歴史を全うした。跡地は、福岡県の不動産会社、福住が管理、運営する24時間駐車場。 ニューパークナカスとなり、現在に至る。天神本館は1997年3月15日にオープンした天神東宝ビル内にあった。天神東宝ビルがあった場所には、1985年から1996年までの11年間、エリアドという商業施設が存在していた。同ビルの立地としては、岩田や本天本館前にあたる。 その後2001年5月にリニューアルオープン。チケット売り場は1階にあり、上映されている作品のチケットはここで、すべて購入できた。2008年2月29日までは、九州東方株式会社が経営、運営していたが、翌3月1日に東方シネマズ株式会社に、経営統合された。東方シネマズ天神ソラリア館がある、ソラリアプラザ。 そして2012年1月21日には、前年の11月30日をもって閉館した、ソラリアシネマを改装し、東方シネマズ、天神ソラリア館として、リニューアルオープン、天神東方に関しても同日をもって、東方シネマズ、天神本館へと名称を変更した。東方系のシネコンとしては、旧天神東方が第1号である。なお、 天神東宝時代にはビットを呼びシネマイレージは対象外であった。天神東宝ビルは開業から20年が経過し建て替えの必要性もあったことから2017年3月31日をもって東宝シネマズ天神本館をすべて閉館。跡地にはビジネスホテル、リッチモンドホテル、福岡天神西通りが2019年3月22日に 開業した。なお、天神東宝時代の2010年から実施していた、午前10時の映画祭は、本館の閉館を機に、太陽映画劇場へと移行された。全席指定、定員入れ替え制となっている。そのため、全売券、株主券などの券は、本館1階及びソラリア館7階で、当日券に引き換えてから、各劇場に入場するシステムになっている。 チケット売り場で購入できるチケットは、鑑賞日、当日分のみと、今後公開の全売券が購入できる。また、他の東方シネマズ同様 PC と携帯による、チケット販売、ビット及び会員システムの、シネマイレージにも対応する。各館とも、全、スクリーンデジタル対応。AB、ソラリアプラザ7階に、東方シネマズ展示員が出展西日本鉄道。 h t t p w w w n i s h t e t s u c o j p r e l e a s e 2 0 1 1 1 1 1 4 0 p d f 2 0 1 7年4月5日閲覧 ab、東方シネマズ天神一部閉館のお知らせ、東方シネマズ株式会社 http://www.tohocinemas.co.jp:/news:/pdf:/2016//160930a.pdf2016 年10月3日閲覧。abc、ビジネス、商業エリアの中心地、福岡天神、リッチモンドホテル、福岡天神通りを19年春開業。 ロイヤルホールディングス、httpww.royal ホールディングス cojp リリース、レイバックに R985C9EEC9 ファ 8VC カフド 1C89E2C8 PDF2017 年4月5日閲覧。昭和30年代、映画前世紀の福岡市の映画館。福岡路上遺産。クラウドナイン。 2017年4月5日閲覧。福岡中須太陽、戸田夏子氏、トークショー付き、アメリ上映のお知らせ。午前10時の映画祭。2017年4月5日閲覧。ありがとうございます。